ビンス・マクマホンは、アメリカ合衆国のプロレス団体、WWE の代表取締役、会長兼最高経営責任者である。本名、ビンセント・ケンネディ・マクマホン。ノースカロライナ州パインハースト生まれ。通称、悪のオーナー。かつては、名前の後に、ジュニア、がついたビンス・マクマホン・ジュニアだった。ビンスは、プロレスラー並みの長身と、年齢不相応に、 ビルドアップされた肉体の持ち主であり、自らが選手としてリングに上がることもある。ただし技術が皆無の素人であるがゆえ、基本的にはリング上でプロレスラーを引き立てることを原則としており、真っ向勝負でレスラー相手に勝利することはまずない。また、試合ではなくてもリング上で尻丸出しで打ちまかされる、おもちゃのピストルを向けられて失禁することもある。自分に厳しい一面もあり、 当述するアメフトリーグ、XFL の失敗など、あまり触れられたくない自由も、積極的に活用している。また、団体の最高権力者として、プロレスラーや観客を見下した演説を行い、時には、ミスター・マクマホン、エスキスマやスクラブと称して、従わないレスラーに、屈辱的な姿勢を強要し、観客を煽ることもある。それでも従わないレスラーには、 ユー u ーファイアードの決め台詞が待っている。プロレスラー活動を盛んに行っている時期は、ヒールとしてコミッショナー活動のみの時期は、ベビーフェイスとして番組に登場することが多い。彼の指揮のもとに、WWE が急成長したため、MBA 過程の会社分析において、有能な経営者の一例として、議論の対象となることもある。2009年9月に、妻、 リンダ・マクマホンが CEO の職を辞任したため、会長職と共に CEO 職も兼務することになった。キスマイアスは、ビンスの決め台詞の一つである。父親は、ニューヨーク地区のプロモーターだった、ビンセント・ジェームズ・マクマホンであるが、両親が早くに離婚したため少年時代は、母、ビッキー・アスキュの下で過ごす。初めて父の名前と顔を知ったのは12歳の時だったという。 1968年に、サウスカロライナ大学経営学部を卒業後、プロレス団体、WWF w、F、の親会社の社長だった父、ビンスシニアにレスリングビジネスを学び、リングアナウンサーやインタビュアー、あるいは実況担当者として、テレビ画面に登場し始める。1982年6月、父から、WWF の親会社キャピタルレスリング、コーポレーションの株式を、 分割契約で買い取って社長となり新たに工業会社タイタンスポーツを設立。譲渡ではなく買い取りという形を取ったのは前述のような経緯から父親との仲があまり良くなかったからだと言われる。1984年からはハルクホーガンとの二人三脚で WWF の全米進出を開始、WWF を世界最大のプロレース団体に育て上げる。 長年試合の実況を務めて社長としての顔を隠していたが、1998年以降のストーンコールドスティーブ・オースチンとの構想を機に WWE のオーナーとしてリングに立ってマイクパフォーマンスを見せるようになり、ついには自らが選手としてリングに上がるようになる。このオースチンとの構想が WWE の発展を決定づけたと言っても過言ではない。 以降も自らの派閥コーポレーションをヒールのユニットとして組織するなど団体のトップヒールとなって活躍。これは当時マンデーナイトオーズの最中で絶対に WCW に引き抜かれない存在が自分自身だけだったという状況から生まれた苦肉の策でもあった。1999年にはトリプル H を破り WWF オーザーまで獲得した。2001年。 ライバル団体であった WCW と ECW を買収して自身の長年の夢でもあった全米マット界の制圧を成し遂げる。また同年のレッスルマニア X7 では実の息子であるシェインと対戦した。アメリカンフットボールリーグ XFL を創立したが1年で終了した。2003年からはかつての名優ハルク・ホーガンとの現実と虚構の境目を超えた構想を展開。 レッスルマニアジックスで行われた二人の対戦は非常に大きな注目を集めた。一時期番組に出演しなくなっていたが、2006年に息子のシェインマクマホンと組みヒール親子として活動を再開。すでに60歳を超えているにもかかわらず、20代から続けているというボディビルで鍛えられた肉体は全く衰えておらず、素人とは思えない過酷な流血戦を戦った。 2007年には、レッスルマニア23において、ビンスと同じく、You are Fired を口癖にする実業家、ドナルド・トランプと、お互いの髪の毛をかけた、バトル・オブ・ザ・ビリオネアーズを実施。ビンスの代理レスラー、ウマガが負けたため、その場で髪を刈られた上に、大量のシェービングクリームを頭に盛られて、つるっパゲにされてしまった。刈られた髪は、インターネットオークションに出され、日本円にして、 約10万円で落札された。ECW 世界王座ベルトを見せびらかすマクマホン4月には、息子シェインと馬賀の手助けによって ECW 世界王座を獲得している。その後、自分が何者かにリムジンを爆破され死亡するというアングルを行い、犯人探しのストーリーが始まるはずであったが、クリス・ベノアの死により中止となった。その後しばらく姿を現さなかったが、8月、 ビンスに隠し子がいるという新たなストーリーが始まり番組に復帰している。2010年にはレッスルマニアイクスビにおいてノーホールズバードマッチをモントリオール事件の因縁の相手であるブレッドハートと事件の生産の意味合いを兼ねていったがハート一族が総出で登場しビンスは一方的にタコ殴りにされる羽目になった。その後ネクサスの集団暴行によりしばし姿を消す。 2011年、CM パンクとの契約問題による構想が始まり、CEO の強権によって、パンクの行動を封じ込めようとするもすべて失敗に終わった。その後、パンクとの WWE 王座戦に敗戦したジョンシナを強権によって解雇しようとするも、役員会議で不信任案が可決され、トリプル H から CEO 会議を告げられた。2012年、 悪の権力者として活躍していたジョン・ローリネーティス、副社長の前に現れるも、ビッグショ賞に殴り倒された。その後ジョン・シナとビッグショ賞の試合では、品川に立ち、ビッグショ賞の敗戦とともに、ローリネーティスに首を言い渡す。2013年、トリプル H と権力者同士で団体の経営方針などをめぐり構想をしていたが、8月、サマースラムでのトリプル H の再配を支持するような、 素振りを SS 翌日の RAW で見せたが、その後表舞台から姿を消す。2014年11月3日の RAW に登場、サバイバーシリーズ2014のチームシナ対チームオーソリティの決戦に敗北したチームに背負わせるリスクを発表、シナたちが負けた場合は、チームシナのメンバーは全員解雇、チームオーソリティが負けたら、 トリプル H とステファニーが権力を失うという条件をつけた。2017年9月12日のスマックダウンライブでは、同番組のコミッショナーである息子シェインと不和状態に、あったケビン・オーエンズの前に、事態の調停役として、久しぶりに、リングに立つも、オーエンズのヘッドバットを受けて、流血、ダウンしたところにトップロープからのボディプレスを受け、娘、ステファニーの手を借りながら退場した。 2020年、アメリカンフットボールリーグ XFL を再開した。1968年に、リンダ・エドワーズと結婚。一難一条を設ける。シェインは元 WWE タレントのマリッサ・マズーラと、ステファニーは、WWE 所属のレスラートリプル H と、結婚した。複雑な家庭環境に育ったためか、TV ショーでのパフォーマンスと、 ビジネスに対するシビアな態度とは裏腹に、家族を非常に大切にする人柄が伝えられている。シェインに3人、ステファニーに3人、それぞれ子供が生まれている。トリプル h によると、オフィスにいる時は夜11時近くまで仕事し、それからジムでトレーニングを行い、翌朝9時にはきちんと出勤しているほど大変元気で、あると述べている。 シェインやステファニーが入社したとき、自分の息子、娘だからといって、決して特別扱いはせず、下働きから経験を積ませた逸話がある。また、父親とは戦術の通り不仲であったとされるが、後年のインタビューで、ビジネス面では大変尊敬しており、認められた一心で必死になったと述べている。第一回レッスルマニアも父の影がちらついていたという。 マクマホンスタナー宿敵、ストーンコールドスティーブ・オースチンの得意技であるスタナーと同型の技。コーポレーションペディグリー自身の無効用紙である、トリプル H の得意技ペディグリーと同型の技。4の、あざ固めコーポレーションエルボードロップ、コーポレーションレッグドロップマンハッタンドロップラリアット、前述したように、かつては自身の名前の最後にジュニアとついていたが、父の死と時を、 同じくしてこの部分を削除している。彼はこの、ジュニアという故障が非常に嫌いであるらしく、WWE と契約した選手のリングネームからは、ことごとく、ジュニアが削除されており、古くは、ボブ・オートン・ジュニア、マイク・シャープ・ジュニア、ドリー・ファイク・ジュニア、近年ではチャボ・ゲレロ・ジュニアやレイ・ミステリオ・ジュニアが、その代表例である。また、株組織では、 ジミース・ヌーカの息子ジミース・ヌーカ・ジュニアがデュース・シェードに変更している。その後2008年にジミース・ヌーカの息子であることを明かしてからもリングネームはシムス・ヌーカとし、ジュニアは付けられていない。近年は徐々に娘婿のトリプル H、娘のステファニーに業務をシフトしている。しかしバックステージでの現場責任者としての存在は変わらず、 特に実況人に対してはヘッドホン越しに和声に近い、口調で指示を与えていることが知られている。2008年8月までコメンテーターを務めたミック・ホーリーは、ティネ遺跡の際、これに嫌気がさしたとも述べている。WWE 以外では、1992年にボディビル団体 WB 会2001年には NBC と共同で、 アメリカンフットボールリーグ XFL を設立したが、いずれも経営不振によって1年で閉鎖された。XFL は2020年に再開された。日本マットとの関係では、アントニオ猪木対モハメドアリセンで父親の密命を受けて目付役についていた。WWF 社長就任後、父親の代から友好関係にあった新日本プロレスに、 IWGP リーグ戦などのウィットネスとして、たびたび来日したが、1985年に、新日本プロレスとは提携解消となる。巨額の契約金や、それに見合う見返りが保証されなかったことが一因と言われる。ありがとうございます。